しゃっていきましょう。ブラックリブート実況プレイパート2ということで、さあとりあえず前回ここで中断をして、いるやんけそっか、終わり終わった後か、そこまで再現されてんのか。はい、じゃあちょっとやつがちょっと遠ざかるのを待ってから、確かね、手に入れたアイテムっていうのが一回ね、あの北館の方に戻んなきゃいけないやつなんで、まあ、ちょっと周辺からいなくなってもらってからじゃないと落ち着いて探索はできないですね。消えたか？全然消えてねえじゃん。むしろいるじゃん、目の前に。ちょ、待って、勘弁してくれ、あいつ。いつになったらいなくなんだよ。まあ、スタミナも喉の渇きも大丈夫と。鎮痛剤って俺いつ打ったんだ？あれ、なんか、使用した覚えないんだけど。なんか勝手に使ってたのかもしれない。捨てた気になってただけで、あ、いなくなった。よし、じゃあちょっと一旦北館に戻ります。よし、ここの廊下って来るのかな、あいつ。分からんけど、まあこれで、ここだね。お、3階南。あー、階段の鍵来た。よっしゃ、ありがたい。他なんかある？高品質バッテリー。来たー。バッテリーもまあそんないらないかな。なんかそんなに乱用してるわけでもないから。多分ね、そんな近くにはいないと思うんだけどね。よし、大丈夫だね。じゃあちょっとアイテムを、そうだね、バッテリーを1個しまって、こんなもんでいっかな。1、2、3、4、5、5個空いてれば十分だと俺は思うけどね。じゃあ階段側行きますか。ちょっとね、今あいつどこにいるか分かんないからな。あえて足音で引きつけて、見つからないうちに回り込んでいくっていうのもまあ、ありっちゃありなんだよね。いや、全然足音しねえ。これ一番最悪な奥にいるパターンじゃない？今から向かう。それちょっと一番嫌なんだけどね。いや、奥いるじゃん。これ絶対奥いるじゃん。いや、いるな。だって足跡あるもんな。ここに来たってことだもんな。いや、いるね。一旦ここで待って。お前そこかよ！そこ！まさかのそこの部屋か。もういい。じゃあ行くか。しゃあないわ、もう行くわ。向かいます。これでなんか負けないかな。いや、ダメか。しゃあないな。ちょっと安全に向かうに一回巻いた方がいいかもしれない。巻きます。こう言って、これで負けてないかな？いい感じに負けてないですかね？ダメか？これ負けてない？俺正直いけた気がするんだけど。よし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 、いけたいけたいけた。で、やつはまだ左側にいる。今がチャンス。あ、ここじゃねえや。ん？ここ？こっちだっけ？あ、どっちだ？こっちか。よし。進みますか。ん？こちら合ってる？こちら合ってる？ちょ、待って待って、どっちだ？どっちだ？ちょっと待って待って待って。左のさ、扉さ、待って。左の、こっちじゃないか。
行きましょう。ここ特になんもないか。じゃあ行きます。落ち着いてスタート。ここがよし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 。ああ落ち着く、ああ落ち着く。いらん。注射器もまだ使い道分かってないんだよな。精密工具、これちょっと必要じゃないか。精密系が扱うための小さな工具、人体の修復に用いられることも。ああなるほどね。腹持ちも良い。なるほど。なるほど。コーヒーでも飲んでリラックスしときますか。落とした今、気のせいか。 OK、 じゃあセーブ入れときますかね。はい、探索開始。まだね2体出てくるエリアではないと思うんだよな。さすがにまだ、さすがにまだ大丈夫だと信じたいが、足跡は今のところしない。ちょっとね、無駄と思ってもね、こうやって道具があればこじ開けられそうだ。ピッキングツールでまた作んなきゃいけないな。ケミカルライド、これも使い道がようわからん。右に行ったね。いやわかんない、ちょっとね最近ね、なんか俺もねそうミスるんだよね。なんかちゃんとできてないから、あれ索敵が。ちょっと待って、またイヤホン片っぽになってるし。俺いつも収録するときねイヤホン片っぽでやってるんですよ。右耳だけつけてんだけど、ことこのゲームやるときだけねちょっと両耳にしなきゃいけないかもしれない。業務連絡、他はどっちだ。上にいるな。あ、違う、上じゃない、下だ。下にいるから左下に行ったな。ちょうどね俺が探索していきたい方の範囲なんだよな。こっちから来てるね。回り込むか。ここは特に何もない。足音しなくなったね。これはブレーカーのようだ。電力を一時的に復活できるが放電回路に問題がある。時間が経つと再び電気が落ちてしまうだろう。あー、ブレーカー上げるか上げないべきかってことか。まあ、この場合電気がつくといろいろ見られるから、そのバッテリーの節約にもなるし探索もしやすくもなるんだけど、反面まあ相手からも見つかりやすくなるっていうちゃんとデメリットもあるんですよね。ちょまだいいや、まだいい。鍵がかかってる。なるほど。で右のあの扉は確かあれだよね、ピッキングツールが必要なんだよね。ってなるとここはダメだね。ちょっと鍵かかってるとこ多いな。というかあいつ今どこにいんだ。右下の方多分ね、この近辺にはいないんだよね。音的に、音的に
この近辺にはいないと思う。いやー、ちょっと鍵かかってるとこ多いな。とりあえず端まで行ってみるか。今いたんだよな。どっかにいたよね。左上、左上だな。で、右上に行ったね。じゃあ探索するか。微妙にいらん。カフェイン持っとくか。鎮痛剤はまあ一応あるしな。タコ糸、服手ぬぐい、布系はあれかな。やっぱ水に浸すことで湿布とかになるって感じかな。缶詰もな。1個食っとく。食料系は結構あれだね、充実してるね。どこ探索しても比較的。使いかけの電池、バッテリーも足りてるしな。あ、クリップ来た。クリップがあることによって、あれだ、しまってある道具と組み合わせてピッキングツールができる。 OK、 これはでかい。左には今いないでしょ、あいつ。あ、なんかある、なんかある。中央サーバールーム。開いてない。開いてない。このまま上でも探索したい。あ、ここなんもない。いや、扉もう一個あるよね。ここだ。開いてる。これだけは取っておきたい。書院の記録。何もない。あ、何もない。ニッパー。ニッパーと、なんだっけ、クリップか。ドライバーって何に使うんだろうな。ドライバーと、クリップでもいけたのかね。今のところ使いどころがよくわかってない。まあいいや、まあ、喉もそんな乾いてないから大丈夫と。最悪ね、水あるんで、それ飲んで回復もできるんだけどね。さて、やつは今どこにいる？やっぱね、ブラックラボの時と違って、このミニマップがあるのがね、だいぶでかいね。これによって、本当になんか今どこに進んでんのかとか、どこにいるのかっていうのがもう一瞬でわかるから、だいぶ違うよ。これがあるのとないとで。あ、待って、そろそろ使っとくか。あれ、もう一個先だっけ。ピッキング。ピッキングやっておきたいな。このエリアのピッキングって結構怖いよね、でも。いや、長い。長いよ。このピッキングは長いよ。いや、怖い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 。これめっちゃ怖い。やばい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 。しかもあいつ今どこにいるか分かってないからね、俺。うっしゃ、行く。いない。今のところ周囲にはいない。ハイパワーパック。満充電状態のバッテリーユニットを発行できるパック。非常に多くの機器を充電できる。いいじゃん。もらっとくぜ。ありがたく有効活用させていただくぜ。もう一個ある。ギプスってなんだ？まあ、でもこれ必要でしょ。ビニール糸。この辺はいらんか。ハイパワーパック。一
旦待ちましょう。どっか入ったな。いや出たのか。やばい、どこだ、どこに入ったんだあいつ。左下に行った。よし、ちょっと拠点戻りたいね。これはありがたい。一旦俺は拠点に戻る。よし、オッケー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 。でサーバールームも開けたいんだよね。サーバールームがなんか中央どうのこうのっていうのを一瞬見たんだけど、詳しいことまだ分かってないんだよね。よし、じゃあちょっと一旦アイテムを整理しよう。バッテリーってさ、待って、57か。使うか。あれ？こうやって使うんか。OK。こんな感じか。OK。で、食料もまあだいぶあるね。サンドイッチ、ギプス、ギプス、関節固定、打撲、傷治療。まあこれもったいないんでちょっと取っとこう。いや逆か、もうこのハイパワーパック持つことによって7でしょっていうことは、コインスバッテリーもいらねえんだ。これいらねえわ。バッテリー系はもうしばらくいらんわ。こんな感じか。打撲、ちょっと待って、ギプス、打撲の治療、打撲の治療、ギプスいらんか。いや、ギプスの方がいいのか。ちょっと待って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 。関節固定と打撲傷。これあれかな、骨折かな、左側。骨折と打撲。ってことは、介護官の湿布を放置でいいのか。わあ、ちょっとこれでまたアイテムボックスいっぱいになったな。どうしよう。ちょ、あんま欲張らない方がいいのか。どうなんだろうな。まあ、ええか。で、だよ。手に入れたのが、これか。2階北館中央。中央って言ってもな。まあ、だから空いてないとこ何箇所かあったからね。またしらみつぶしに開けていくしかないっすね。行きますか。よし。行くぜ。ゴー。中央。ピッキング部屋は開けた。で、真ん中の扉も開いてた。中央って言ったら、じゃあもうちょい先か。もうちょい先だね。今のところ足跡はない。ここか？ここ扉あるよね。ん？ちょっと待って。アイテムが。あれ？あ、装備してなかった。開けた。よし、OK。すかさずオフにする。2階談話室。北館中央。中央ってどの辺なんだよっていうね。あ、ちょっとなんかアーカイブ系溜まってから一旦消費するか。ここらで。うん。ちょっと読みましょうか。書院の記録。新館の設計に全く関わっていなかったため、設計段階で意見交換をすることがなかった。私は以前、鍵屋で働いていたことがあった。そのため多数の鍵の構造を熟知しているが、実は3年ほど前に裏技的な方法でピッキングが可能な鍵穴が判明していた。その時点で私はすでに鍵屋の職を離れていたが、昔の仕事仲間伝いにその話を少し聞いた。あー、これあれだね、ピッキングツールの作り方ですね。ドライバーでも OK なんだ。
精密工具かクリップ。ああ、そうなんだ。クリップの代用品で精密工具でも精密工具でも OK なんだ。なるほどね。はい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 。あれ、精密工具って俺手に入れてたっけ。あれ、精密工具手に入れてたっけ。ちょ、これ必要じゃない。ドライバーはね、2本ぐらい確かあった気がする。精密工具もね、どっかで見つけてしまったっけな、覚えてねえな。あれでピッキングツールもう一個作れんのか。署内システム課より、先日深夜1時に署内の電気の電圧が一瞬低下する事態が発生しました。一瞬のために簡易的な機器のほとんどが影響ありませんでしたが、結果的に署内システムサーバーがシャットダウンし再起動が行われました。業務時間内のためファイルデータの破損といった被害は特にありませんでしたが、念のためチェックを行っています。コンピューターを利用する各署員は本日の業務開始前に各自データ問題がないかチェックしておいてください。あー、なるほど。今のところなんかそんな重要そうな書類もないんだよな。ちょっとさ、一旦戻ってみていい。あのね、多分右側にはあいついないな。ちょっと待って、精密機器手に入れてたっけな。精密機器なんだっけ、精密工具か。ちょっとね、それらを駆使してあるか。手に入れてね、手に入れてないね。ドライバーはあるんだけどね。うわー、あれどこで手に入れたっけな。どこで手に入れたっていうか、どこで見かけたっけな。やばい、覚えてねえや。まあいいや、なんか探索しながら見つけたら。あ、違う、ここか。あった、ここだ。ここここここで精密工具とドライ、違う、ドライバーだ。で、これで合成だ。ドライバーと精密工具きたー。ということはだよ、ということは絶対どっかでピッキングツール使うんだよな。どっかで使うんだよな。で、あとさ、今更だけどさ、装備品もう一個装備できんだよね。何なのか知らんけど、ブザーとかそういう系かね。ピッキングツールはしまっとくか。さすがにこのエリアではまだ使わない気がする。1個開けたしね。 OK。 ハイパーパクサンドイッチギプス。食べ物系もな、置いてっていいんだよな、正直な。拠点戻ってきてスタミナ回復すればいいだけの話だから、この辺しまっとく。ちょっとね、スペース開けておきたいよね。行きますか。中央談話室。中央ってどの辺だよ。周辺にはやつはいない。動画的にはね、やっぱ明るくした方がね、多分皆さん的に見やすいと思うんだけど、個人的にこのゲームをプレイするのであれば、極力ね、このライトつけたくないんだよね。まあでもつけるか、さすがにな、動画映えしないもんな。ゲーム実況だということをちょっと気にしなきゃダメだよね、もう少しね。ごめんなさいね、配慮が足りてなかった。右に行ったね。ということは談話室ここではないか。右に行ったんで、今のうちに左探索しましょう。で、どっかにあるんだよ、談話室。ここか？ここだ。よし、OK。おー、なんかいろいろと。チョコいいじゃん、集中力上がる。バゲット。うわー、5あるじゃん。バゲットめっちゃいい。紅茶によく合う、スコーン。わー、ちょっと。わわ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 、美味しくいただいちゃうか、ちょっとスコーン。自分いいっすか、美味しくいただいちゃっていいっすか。おっしゃーい。あ、水も。水も、水の呼吸、水の呼吸じゃん。水も飲めるぞ。ごくごく。そして、キーアイテムもゲット。いや、いい。そして冷蔵庫には、
集中力上がる。チョコいいな。水着があるので喉もうろろろするわ。なるほど。ちょっと上位互換アイテムかな、出てきすぎてな、困るな。バゲットのコスパがやばすぎる。うーん、缶詰とかも不要の産物になったな。オレンジはまだ取っとく。チョコでちょっと集中力ブーストするか。でもな、やつ右にいるしなっていうね、このもったいない精神がアイテムを増やすんですよね。食べましょう、食べましょう。もったいない精神やめよな。ちょっと俺ってやっぱ RPG とかやっててもさ、なんか回復アイテムのなんかレア系なもの、結構もう体力満タンに回復するとかそういう系のねアイテムをね本当に最後まで使わずにむしろクリアするとかそういう人間なんで、惜しまずに使っていこう。結構アイテムは手に入る。潤沢に。北館中央実験室。ちょっとまだ上も見てないから、上の底の扉説もあるんだよね。ほらほら来た。いないね。これだけか。わー、上り階段。もう来たか。もう来ちゃったか。いや、ちょっと早くない？そして戻る必要性もないんだよね。今、やつ右にいるし。もう行くか。このまま突っ走るか。ちょうどいいんだよな。突っ走るにはちょうどいいタイミング。いないいない。まあ、そうだよね。右に行くの見たもんな。ここもまあ探索した。ここもまあ探索はした。探索したよね。探索したね。わあ、行くか。じゃあもう行きますか行きますか。じゃあここが階段か。下なんだっけ。鍵がかかってる。ここじゃあまた戻ってくる感じかな。後々行きますか。ちょっとまず拠点だな。まずは拠点だな。ん？あれ？なんでここマッピングされてんだろう。気のせい。なんかマッピングされてるよね。あれ？ちなみにここなんかある？なんもないね。あれ？ミッチのエリアだよね。あー、そういうことか。はい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 。なるほどね。さあ、また新天地に到着。拠点はそこと見た。あー、なんかある。なんかある。あれ？これ調べらんないの？よし、オッケー。何はともあれ、まずセーブしたいけど。わー、いろいろある。またクリップだよ。またクリップだよ。でもクリップあんだったら、バッテリーもまあ十分足りてます。バッテリーこんだけあるんだったら、もうあれだな、常に懐中電灯つけといていいな、あいつが来る以外は。で、ドライバー。ピッキングツールは量産しておこう。結構ね、レアアイテムが手に入ると思うから。で、このエリアでピッキングツールまだ使ってないから、これは持っておこう。で、何しまおっかな。食べ物はバゲットいいでしょ。止血用具、抗生物、ハイパーパック。マジでしばらくこれでいいぐらいだな。鎮痛剤2個もいらなくね、今思ったけど。オッケー、これでいくか。いったん行きまーす。いや、一旦セーブしよう。ちょ、ここまで来たし一旦セーブします。よし、さ
さあ行きますか。結構このエリア自体明るいんじゃない？明るいわ。暗いとこ以外は基本つけないスタンスで行きます。上かな？上だな。上に行ったな。上で右に行ったな。あ、いいねいいねいいね。カードキー A。 いらない。いらない。いらない。このね、リカバリーアイテム、回復アイテムもね、結局のところやつに捕まらないとね、全く使用用途としては意味ないんですよね。あ、そうそうそう、あの今更だけど、このゲームですね、あの敵に捕まるイコール速攻ゲームオーバーじゃないんですよ。即ゲームオーバーじゃないんですよ。一回ね、ちょっとね、猶予が与えられるんですよね。まあ半殺しにはされるんだけどね。その時になんか打撲したり出血したり骨折したり、なんかいろいろ状態異常がブワーってかかるんですけど、一応アイテムとしてそれらを回復するものを持っておくことによって回復できるんですよ、その場で。でまだ時間制限内にそれができないと、あの死ぬんですけど、もちろん、もしくはもう一回捕まるとかそういうことが起きると死ぬんですけど。バゲットもう食べ物困らねえよ。聴覚増幅、脳波知覚、この辺もな、なんか使いどころようわからんのよな。カフェイン使ってみる。薬品だけなんだ。この辺の使い方がわかんないからいいや。補正物質もまああるし、何もない。でこれがセキュリティ課への連絡、見つけた時に読んどくか。セキュリティ課署員全員へ。本日深夜1時に発生したサーバーの強制シャットダウンによって生じたデータの変化に関してですが、データレビューを行った結果、一部のファイルに欠落が生じたことが原因でした。データの改ざん等は確認されませんでした。今週末には新品の無停電電源装置が届くため、来週以降はこういった問題も発生しないと考えています。なんかこういう研究所って何かしら毎回トラブル起きてるよな。まあちょっと物語のね、都合上そういうのもしゃあないと思うんだけど、なんだこの無駄スペース、このこの隙間何、この隙間なんだよ。そしてやつは今どこにいる。なんかな、見覚えあるんだよな、こういうマップ。ちょマッピングしましょうか。今いないね。右に行ってんのか。いないね。鍵がかかってる。わあ、これ右にいるな。右にいますね、確実に。ここ入れるか。あー、なるほど。いけるか。結構音鳴るんだよなこれ。いや結構鳴ってんのかな、わかんない。とりあえず確実に言えんな、音が鳴ってるから近くにいると寄ってくるんだよね。いやバレてるかなこれ。よし、音する。バレてるか。いやバレてない、この隙にちょっと探索をしちゃおう。署員の記録に、最近署内の情報共有が不足しているように思える。上層部の公私混同は業務に支障をきたすレベルではないため、強く糾弾することはできないが、それによって報告なく計画に修正が加えられることに気づいた時には激しく混乱してしまう。例えば新刊の設計もドアに使う鍵の一部がいきなり違うメーカーのものに変更されていた。鍵の価格は元のものとはほとんど、差が際んほとんど際んどういうことがなかったし、急いでセキュリティ担当に評価させたところ、特に問題がなかったのでそのまま通したが、発注後に判明した時には心臓が止まりそうになった。
おそらく上司の一人とコネクションがあるメーカーなのだろう。鍵に関してセキュリティが満たされるなら別にどんなメーカーでも構わないんだが、せめて進行役の私に一言あってもいいんじゃないかと。なんかやけにリアルというか生々しいよね。マジでありそうだよな、そういうトラブル。ちょっとね、やっぱね、どういう企業であろうと思う。あるよな、そういうのは。ブザーめっちゃあるな。でも俺使うの下手だからな。ヘッドライト。手に持っていなくても前方を照らすことができる。これ何？懐中電灯と何が違うんだ？一応持っとく。ヘッドライト。まあね、バッテリーはあるから全然使えるんだけど。懐中電灯と何が違うんだろうね。じゃあ左に行ったから右調べるか。うわ、出た。こういうとこなんだよ。俺こういうとこ苦手なんだよ。こういう部屋。あー、カードキーか。カードキー A。なんで B も見つけてこないといけない。まあ、絶対この奥にあんだけど。今あいつね、左にいるから今がチャンスなんだよね。おし、来た。所長室の鍵。精密工具持っとくか。これ必要だもんな。いらねえ。いらねえ。ここ何の部屋？いや、謎すぎる。なんだこの部屋。この部屋なんだ？いや、謎すぎる。なんだこの部屋。何これ？罠？結局、奴に追い詰められたら終わりやん、ここ。逃げ場全くないんだけど。よし、いない。ここじゃないか。所長室の鍵。4階北館中央。まあどっかで使うんだろうな。所長室って、まあでもそうだよ、カードキーだもんな。生体認証。あー、なんかそんなあったな。自分の指を当てる。一応やってみる。はい、知ってます。マジか。いや、これやばくね？やばくない？これ。ちょっと待った、それは聞いてないぞ。いや、これ終わったじゃね。ちょっと待って。ちょっと待って。お前この部屋入ってこれないの？お前この部屋入ってこれない？もしかして。あ、入ってこれない。え、なんでどうしたの？なんでお前その直前で諦めたの？待って、来ないで。え、ここ大丈夫だよね？ちょっと一旦完全に消えるの待とうか。OK。消えたか。なんで毎回来んのあいつ。まあでもそうなんだよね、結局さ、下の扉開いてないし、こっちに来るって思ったらもう確実に調べに来るのここしかないんだよね。でもなぜかあいつここ入ってこないんだよね、なぜか。そう、それが謎なんだよね。どういうことなんだろうこれ。ここ安全地帯なのかな、それともバグなのかな。いや、でも違うかな。意図的だよね。だってさ、ここの扉2つあるけどさ、右にももう1個、ここ何もないんだよ、この部屋2つしたら、もう逃げ隠れるための部屋としか考えられないんだよね。絶対何かしらの意図はあると思うから。ね、どうしよう、みんな出られないんだけど。あいつ張ってるんだけど、待ち伏せしてる。こんなんさ、鬼ごっこゲーで一番やっちゃいけないことだろ、敵が。あいつ待ち伏せてんだけど、どういうこと？
これあれか、ドアノブ開けるたびにその音聞き、あれか、聞きつけてここやってきてんのか、あいつ律儀に。毎度毎度。もういないでしょ、さすがにもういないだろ。いないね。よし、いなくなった。でもね、それはそれで嫌なんだよね。いるからね、確実にね。確実にいるからな。とりあえずこの、どうしよう、みんな帰れなくなったよ。どうしよう、みんな帰れなくなったよ。あいつマジでいつになったらいなくなるの。来てる、下行ってくれればいいんだよな。ここの分かれ目でさ、上に来られるとね、終わりなんだよね。ここここここで奴が下を見に行ってくれたら、その隙にスーって俺も左戻れるんだよ。ここの構造がマジでいやらしい。いる？いない。ここ抜けたいな。もうほぼ一通なんだよ、ここ。ここで待ち伏せされるとマジ左側戻れなくなる。よし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 。出た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 。今あんのが所長室。所長室ってどこ？ここじゃないよな。で、やつもどこにいんだ？いない。下か？下だな。下の廊下歩いてるね。で、右に移動してる。いけるか。いけるね。よし。まあ、幸い障害物もいっぱいあるから。医務室、4階北館。なんもない。なんもない。コーヒーでも飲んでリラックスするか。ちょっとね、まあ逃げ回ってるからね。もうバゲットもさすがにもういらないよな。来てない。よし。部屋の中でもね、極力音立てないように。所長からのメッセージ、何もない。注射器、注射器何に使うん？あ、もしかしてなんかさ、なんとか物質とかさ、注射器ってもしかしてそういう風に使うんか。注射、あ、使用できない。抽出、あ、こういうことか。はい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 、これで初めて使えるんだ。ああ、じゃあ、そういうことか。カフェインとかもそうやって使うんだ。はいはいはい。あれ、なんか前回もさ、こういう注射器使ってた記憶あるな、そういえば。水筒、あ、水貯められる。容量が大きい。ああ、もうついに水、ペットボトルも必要なくなったか。スキットルって何？サイズは小さい。ああ。あとなんかある？金庫がある。鍵がかかっていて開けられない。金庫の鍵か。またどっかで手に入れるんだろうけど。まあバッテリーもあるしな。水どっかで貯めるか。いないね、やつ。よし。いや、ちょっとほんとさ、セーブワンエリアにつき1回しかできないっていうのマジでやめてほしいんだよな。今更だけどマジでやめてほしい。構成物もいらない。これもじゃあさ、待って待って待って、
っていうことは、やっぱじゃあこれも、カフェインも、抽出で、注射器があることによって初めて機能すると。そういうことか。ちょっと待って、じゃあ、ブシュキシュキ。で、この注射器とかは汚れたから、これを、あれだ、ようやっと使い道のある消毒薬。これか。この消毒キットで、こうか。あれ、どれだっけ？あ、これか。こういうことだ。こうやって再利用できるわけだ。あー、なるほどね。そういえばそんなんだったわ。で、いや、一旦しまっとこう。しまっといて。消毒キットもいいでしょう。さて、どうしようか。どうしようか。バゲットもね、2個もいらないんだよね。缶詰と変えて。缶詰は食して。ヘッドライトちょっと使ってみるか。バッテリーあった。ちょっと使ってみようか。で、ここで、ヘッドライト、いきます。オン。おお。先が結構明るくなるのか、これで。なるほどね。ちょっと比べてみようか。これでつけると。なんか、このエリアが明るいせいか あんまり差がわからないけど 一応持っとく？なんかありがたみをあまり感じないんだよな。普通に懐中電灯でいいんじゃねって思っちゃうんだけど。まあ一応3つ装備できるんで、一応この状態にしとくか。で、水があるから、オレンジもな。食っちゃうから邪魔だから。もったいない精神やめよう。そんな音はしない。オレンジを食うのにそんな音はしない。オレンジ今日も食べてみたけど、まだ酸っぱくて泣いた。とりあえず、1、2、3、4。もう1個ぐらいあげたいな。もう1個ぐらいあげたいな。缶詰もいらんから食うわ。あ、今の音はわかる。ね、パッカンって開けた。プルトップを開けた時のような音がちゃんとした。オッケー、これでいいんじゃない？で、医務室開けに行こう。で、医務室ってどこだ？ もう結局これなんだよね。毎回これなんだよ。で、何々がどこだっけみたいな話になるんだよね。はい。ということなんで、じゃあちょっと一旦ここで、中断しますか。はい。パート3に続く。